かぐやはサウスクレーターを通り下の入り江へと南下していきます。下の入り江は直径 202km で寒さの海と嵐の太陽をつないでいます。シャープ谷が見えてきました。シャープ谷は全長 107km で溶岩が流れた跡です。月面で最大の海、嵐の太陽に入りました。海の表面は溶岩で覆われていて平坦ですが、前方にはリンクルリッジと呼ばれるシワ状の尾根が集まっています。